ありがとうございます。受賞の喜びは。そうですね、メガネは好きだったんで、多分今年1年、まあ、本出したり、いろいろ話題にしていただいて、まあ、それもあってだとは思うんですけど、嬉しいですね。はい、でもやっぱり生活変わりましたでしょ。そうですね、ちょっと変わったかもしれないですね。はい、やっぱり気分によってメガネもやっぱり変わりますか。そうですね、メガネは割と何個か持ってるんで、はい、その時の服とかで変えてる感じですかね。あの、生活が変わったということで割とバレやすくなったんじゃないかと思いますけど、あの、そういう時にメガネなんか使ったりされますか。はい、そうですね、でもあんまりメガネかけてたら分からんとかってことはないかもしれないですね。だからあんま気にしてないんですけど、はい、じゃ変装とかはされている感じですか。まあ、髪の毛くくるぐらいでそのままやねとよく街の人に声はかけていただきますね。はい、今日のメガネのポイントはどこですか。これね、さっきあのその授賞式の時にあのいただいたメガネなんですよね。すごい軽くて使いやすいですね。はい、普段のメガネってどういうところに気をつけていらっしゃるんですか。普段は僕は割とあのちょっと古いタイプの形が好きですかね。ロイドメガネだったりちょっとまあなんていうんですかね、まあ、別光のメガネだったり銀フレームとかが多いですかね。はい、でまあこの2015年をまたさんになって、はい、まあ、盛大な年になったと思うんです、ね、そうですね、なりましたね。はい、どうですか、こう改めて振り返って、まあ、去年の年末というか、まあ、秋ぐらいから小説書き始めて、年明けでもこんなに話題にしていただけると思ってなかったんで、そうですね、忘れられへん年になりましたけど、忘れられへん年になったって言ってしまうとこのまま消えていくようなね、なんか最後のなんかやったみたいにならへんようにしたいですけどね。どうでしょう、はい、これ期待される次回作。次回作はまあ今いろいろこう何でしょう、興味のあることとか、なんか考えたりどんな話しようかなっていう段階ですね。はい、あの今日新聞の報道にもあったんですけど、はい、あの堤真一さんがね、こう、はいはい、今の登録されて CD 化する。ああそうなんですよ。はい、改めてダブルですね、今日はいい日ですね。それは本当にすごく、まあ、火花っていうのがまあ男のなんか2人先輩後輩の話なんで、割とこの説得力というかこう力強さというか、僕がなんか怒られそうやなと思うような先輩にお願いしたいなって思ってて、まあちょっとお忙しいでしょうし無理やるなと思いながら、あの声をかけさせていただいたら、はい、受けてくださって嬉しかったですね。こちらの堤さんの大先生って呼んでるんですか。いやでも本当この間それで初めてその収録の日に僕ご挨拶に行ったんですけど、その時初めてお会いしたんです。全然又吉くんかさんかなんかそんな感じでしたけどね、すっごい優しい方でしたね。はい、はい、じゃあ最後ちょっと。